取り替えばや物語は平安時代後期に成立した物語である。作者は不詳。取り替えばやとは取り替えたいなぁという意の子も、関白左大臣には二人の子供がいた。一人は内気で女性的な性格の男児、もう一人は快活で男性的な性格の女児。父は二人を取り替えたいなぁと嘆いており、この天性の性格のため男児は姫君として、 女児は若君として育てられることとなった。男装の女児である若君は男性として宮廷に出資するや、あふれる再起を発揮し、若くして出世街道を突き進む。また、女装の男児である姫君も女性として高級に出資を始める。その後、若君は右大臣の娘と結婚するが、事情を知らない妻は若君の親友最小中将と通じ、 夫婦の中は破綻する。一方、姫君は、主君女東宮に連坊し、密かに関係を結んで、それぞれ次第に、自らの天性に苦悩し始める。そして、とうとう、若君が、最小中将に蘇生を見破られてしまうことで、事態は大きく変化していく。最小中将の子を妊娠し、身体極まった若君は、最小中将にかくまわれて、女の姿に戻り、 密かに出産する一方、姫君も元の男性の姿に戻り、行方知れずとなっていた若君を探し当てて、最小中条の下からの逃亡を手助けする。その後二人は、周囲に悟られぬよう互いの立場を入れ替える。本来の生に戻った二人は、それぞれ自らの未来を切り開き、関白、中宮のという人心の最高位に至った。取り替えばや、 物語の原型は1180年以前に成立したと考えられているが、その後、後世の手により改作が加えられ、現在の形のものが伝わっている。この経緯については、13世紀初頭に成立した無名造史や、同世紀後半に成立した風陽和歌集の記述から推測可能であり、鈴木行動らによる交渉がなされている。この作品は、 男性と女性が入れ替わるという非現実的な設定である反面、二人を中心とする人間関係の描写は現実的かつ重層的であり、現在でも十分に味わい深く鑑賞できる。特に男層の女児である若君が最小中将に蘇生を知られ、身を許してしまうシーンは本作品のクライマックスの一つでもあり、本作品が文学史の中で、 変態的という評価の一因ともなっている。この点が当時書かれた数量に対して原存作品の少ないジャンルであるにもかかわらず人々へ強い印象を残し当時数多く作られた物語の中で本作品を現在まで名脈を保たせる原因となったのであろう。河合駿は著者の中で日本文学というとわび、 サビなど深淵すぎて理解しがたいものだと思っていたが、全く違ったもので、そこで語られる知恵は相当に深く、現代でも通用するし、現代でこそ生かしたいほどのものであるむ述べている。河合は、後の1988年のエラノス会議の場で、この作品について発表してみたところ反響が上々で、欧米人にも通用することが分かったと述べている。また、 古くから読み続けられてきた作品ではあるが、近代の一時期批判的に扱われていた。明治時代の国文学史上では例えば、藤岡作太郎から、回帰、読者の心を欺く、小説になっていない、応答を催すなどと評されることもあったが、近年ジェンダーの視点から再評価された。当時の社会ならではの制約や、類型的展開はあるものの、 本来的個人的性質と社会的に期待される役割との差異を浮き彫りにする本作品はジェンダーという枠を超えて近代的小説に近い重要な要素を持つと言われている。現在手に入る取り替え場や物語の現代語訳としては中村真一郎によるちく文庫版田辺聖子による取り替え場や物語や田辺のダイジェスト古典万なら上などが挙げられる。 講談社学術文庫版は、原文とともに現代公約が付されている。また、氷室最古の小説、ザ・チェンジ、は、鳥替えばや物語を少女小説にアレンジしたもので、あり、山内直実によって漫画化されている。東十郎による、番取鳥替えばや物語、君と変わる日も1998年に発行されている。木原敏恵は舞台を戦国時代に移し、 プチフラワー1984年6月号から10月号にて、夢の日シリーズで、取り替えばや、異文として連載した。これが1987年に、宝塚歌劇にて、ミュージカルロマン、ゆかり子から取り替えばや、イ文マイナスとして上演された。2010年代に入り、斉藤千穂が、取り替え、ばやというタイトルで、 月刊フラワーズにて2012年から2018年まで連載し、全13巻のコミックスとなった。2016年に公開された、新海誠監督のアニメーション映画、君の名は、は、鳥かえばや、物語からヒントを得て制作されている。河合隼を、鳥かえばや、男と女 PQ といい、ポストモダンの知恵を提供してくれるという P249。 市川いはやを対話する生と市名への夢の木の研究を通して知ったという。ありがとうございます。